この雨の中、東京タワーではさんま祭りが開かれ、煙と香りが辺りいっぱいに広がりました。岩手県大船渡港で昨日水揚げされたばかりのサンマが、昭和33年開業、高さ333メートルの東京タワーにちなんで3333匹無料で振る舞われました。サンマ美味しかったです。ご自身初めて食べました。炭で直火で焼いてるから美味しいっていうかね、普段できないような味ですね。今年のサンマの水揚げ量は去年のおよそ2割に減っていて、数十年ぶりの不漁ということです。しかし大船渡魚市場では昨日今季初めて500トンを超えるサンマの水揚げがあり、大漁でした。不漁と言われておりましたけれども、脂が乗っててとても美味しいです。サンマの水揚げは12月頃まで続く予定だということです。